タイレノールタイレノールは、ジョンソンジョンソンが販売するアセトアミノフェンを単一成分とする下熱鎮痛剤である。アセトアミノフェンは胃を刺激しないことから、空腹時にも使用できることが特徴である。米、マクニール研究所は、アセチルサディチル酸の副作用に対して、1953年にアセトアミノフェンを含む鎮痛剤の開発を開始。1955年に、 小児用にタイレノールエリクシールを発売する。はじめは小児用として売り出されたものだったが、これがすぐに大人にも支持を得て、現在アメリカ合衆国では、鎮痛剤市場の約35%をタイレノールが占めるに至る。効果効能は下熱と鎮痛である。タイレノールというブランド名は、アセトアミノフェンの正式な化学名、エヌアセチルパラアミノフェノールから取ったものである。 アメリカ合衆国向けの容器は、子供が容易に開けられないようなボトルとなっている。開け方はキャップをねじって、キャップの矢印を、ボトルの矢印と合わせ、キャップを引き上げる。キャップを引き上げる際、かなりの力を要するので、布巾などで包んで引き上げると良い。日本で市販されている、一般用医薬品の中で、唯一のアセトアミノフェン単一製剤である。 当初、武田薬品工業がライセンスを得て2000年9月に発売。発売にあたっては、バファリンさん、ごめんなさい。ナロンエースさん、許して。イブさん、すみません。と、他社のアセチルサリチル産原熱鎮痛薬の競合商品を列挙した比較広告を打ち出したものの、市場を獲得することができず、2004年10月にジョンソン、ジョンソンジョンソンは、提携を解消し、 直販とした。この頃から、カタカナから、英語のブランドロゴをメインにした、パッケージデザインに変更された。当時のテレビ広告は、安田成美や山岡由美が出演して、マイリトルラバーの、白いカイトが、CM ソングに採用されていた。なお2012年10月から、ジョンソンエンドジョンソンの一般用医薬品全ブランドが、武田薬品工業からの販売に変更されたため、 販売提携ながら、再び、武田薬品工業が、タイレノールの販売を行うこととなった。2017年4月に、武田薬品工業の日本国内向け、コンシューマーヘルスケア事業が分社化されたことにより、武田コンシューマーヘルスケアが販売を引き継いでいる。日本発売の製剤は次の通り。成分、アセトアミノヘン 300mg 販売終了品成分。 アセトアミノフェン 300mg 高中で溶ける、平均時間、約30秒成分アセトアミノフェン 50mg。詳細は、EN、シカゴタイレノールマーダーズを、参照1982年9月29日、アメリカ合衆国シカゴ近郊のイリノイ州、エルクグローブ村で、12歳の少女が、タイレノールエクストラストレングスのカプセルを、服用したところ、 混入されていたシアン化合物によって死亡。以後計5瓶のタイレノールによって計7名の死者を出した。この他に毒物が混入された3瓶が回収された。事件は未解決で、この後、シカゴ周辺では1986年にエキセドリン殺人事件と多くの模倣事件が発生した。この事件でジョンソン・エンド・ジョンソンはタイレノールに シアン化合物混入の疑いがあるとされた時点で、迅速に消費者に対し、12万5000回に及ぶ、テレビ放映、専用フリーダイヤルの設置、新聞の一面広告などの手段で回収と注意を呼びかけた。およそ3、100万本の瓶を回収するにあたり、約1億 US ドルの損失が発生。事件発生後、毒物の混入を防ぐため、三重シールパッケージを、 開発し発売。この徹底した対応策により、1982年12月には事件前の売り上げの80%まで回復した。ジョンソン・エンド・ジョンソンには消費者の命を守ることを謳った我が心情という経営哲学があり、社内に徹底されていた。緊急時のマニュアルが存在しなかったにもかかわらず、迅速な対応ができたのはこのためである。この事件は、 危機管理における対応策の定石として認識されている。AB 山本武氏。J&J が大衆薬の国内販売から事実上撤退事業を引き継ぐ武田薬品のリベンジ。ダイヤモンドオンライン。http://diamond.jp:/articles//241962019 年5月5日閲覧。ありがとうございます。